東条ダムは、長野県東築間郡地区北村、品野川水系西川に注ぐ身川の支流、東条側に建設されたダム。高さ28メートルの重力式、コンクリートダムで、砂防並びに貯水利用を目的とした、砂防園庭である。建設工事は1962年度に着工し、1971年度に、完成した。事業費は5億4600万円。 ダム付近を長野県道277号が、風は最上停車乗線が走っており、長野自動車道、オミインターチェンジから車で30分ほどでたどり着ける。登場ダムは目的に砂防のほか貯水利用も兼ねているということで、多くの場合貯水に積極的でない砂防ダムでありながらも成長な水を豊富に叩いている。晴れた日には山合いの向こうに、 北アルプスの山々を望むことができる。春には桜、秋には紅葉が美しい。冬は寒い日が続くと全面気へっぴょうする。ウガン道路脇には当時の国務大臣、増田ダコーが東場ダムと記号した石碑がある。この場所を通過後間もなく、松本市と上田市とを結ぶ国道143号に突き当たる。東場側は、 出水によりしばしば洪水を流域にもたらしており、長野県は下流に小人熊ダムを建設、流域の治水と利水を図っている。ありがとうございます。